落ちたやつ。ここにあるからな。あ、
あった。あ、やっとマイクが緊張する。知らず気をついて。キューちゃん、おいしい。え、今肉ですね、あれ。そこからポロンと落ちたの。あ、ほらほら、このカラス。あのカラスね、実はホッキョクグマのところに全然来るカラス、いなくなるんですよ。で、チラスに、あ、ほら、キューちゃん、カラス。おいおい、これ、キューちゃん、カラスだっていうの。ねえ、実はあのちぃちゃんも意外とやっぱりおっとりした子で、ね、そんな怒らないし、ね、みんないい性格ですよ。実はね、ちぃちゃんにはカラスって言ってもわかりませんが、ミルクがここで遊ぶときにカラスが来て、カーカーいるよって言ったら、ミルク必ず見ますから。ミルクね、日本語わかるんですよ。ね。ちぃちゃん、おいしいかーい。あ、カラス、あ、あ、ちょっと。時々ちぃちゃんに来たこと、ちぃちゃん、カラス、カラス、これ。ねえ、夢中ですね。え、なんか、魚とお肉。前、向こう公園だったけど。氷がレアじゃなくてハードなもんですからね。あ、出た出た。おいしい。ケイさん少しね、歯周病で毛が薄かったり、ちょっと茶色濃い色の毛が生えてたり、いろいろアクシデントありましたけど、最近だんだん毛並みが綺麗になってきました。2003年の12月12日前なんですが、後ろに来た時の体重は大体8キロちょっとでした。12歳というと、まあ人間でいうとアラサーぐらいで、もうそろそろ、ね、お婿さん決まってほしいところなんですが、なかなか厳しいところです。ちぃさん、カーカーいるよ、カーカー。Ha ha ha.